無茶ぶり多かったんだよね。これが生放送ですね。はい、今タクシーでテレビ埼玉に向かってます。カラクリドール先生です。今日はあのカラクリ先生が、はい、マジック教室みたいな感じで、はい、一ネタやって、レクチャーをやるんですか？ちょっとだけやります。レクチャーやるそうです。はい、気合はどうですか？ちょっと頑張ります。はい、久しぶりなんですよ私。そうなんですよね。久しぶりですか？久しぶりですよね。先生も久しぶり。あとスタジオ収録も珍しくないですか？珍しいですね。結構ロケが多かったので。そうなんです。今日久しぶりにテレビ埼玉さんのスタジオに行けるので、はい、とっても楽しみです。まあ、生放送なのでね、うん、ドキドキするんですよこれが。毎回あの具合悪くなりますから私ね。レギュラーでしたもんね。ちょっとたくさん出させてもらって。けどあの今日は、はい、緊張より楽しみの方が強いかも。やったー。うん、はい、なので4時半からの生放送に向けて、はい、いろいろ準備していきたいと思います。今日は待ち込みのね番組に出演させていただきます。先ほどリハーサルが終わって、でそのままねなんか、番組の CM みたいな30秒 CM に出演してきて、で今は、待機です。はい、カラクリ先生です。はい、今日はテレビ埼玉さんの持ち込みで YouTube のチャンネルの宣伝をさせてもらいます。嬉しいね。こちらの番組にはね3回目ぐらいなんですけど、あのもともとテレビ埼玉さんの「ゴゴタマ」っていう以前の番組の時に私海外ドラマのコメンテーターをさせてもらっていたので、テレビ埼玉さんにお世話になるのはもう5、60回目ぐらいなんですけど、毎回緊張しちゃうんですよ。すごいドキドキしてて、なんかそわ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 こう立ち歩いてうろうろする癖があるんですけど、今日はあのいつもお世話になってたスタッフさんにも会えてすごくテンションも上がっているので楽しんでいきたいと思います。であと20分後ぐらいに本番が始まります。で今日はカラクリドール先生がマジックとあとマジック教室みたいなことをするんですけども、そこで私もマジックを演じさせてもらう予定です。生放送なので結構ねそわそわしちゃってドキドキしています。結構震えるんですよ私。はい、テレビ埼玉さんでは生放送が終わりました。今無事に終わりましたって言おうとしたんですけど、無事だったかはちょっと謎でした。なぜならばあのリハーサルと違ったんですよ、ね、これが生放送ですね。思いません師匠？思います。びっくりしました。びっくりしました。そうそう、予定とさいろいろ変更でさ、うん、私もさあれこれでいいんだっけってなっていろいろ勘で動いて、うん、あのちょっとあのてんやわんやしていた生放送になりました。でもすごい楽しかったです。まあ、それがテレビですかね。でわざとこう無茶ぶり無茶ぶり多かったんだよね、うん、すごくいい方でしたね。いや楽しかった ね、 ね、カメラ回ってないところでもねすごい楽しかったんですよ。やっぱりベテランだね。さすがですね。面白いしさ、はい、いろいろ気使ってくださるし、うん、素晴らしいと思いましたね、ミットさん、はい、楽しかったです。はい、ということでテレビ埼玉さんでお仕事無事に終わりました。はい、先生さっきでスタッフさんとも久しぶりにいろいろと話ができたので、もう私は本当にすごいお世話になってるんですよ、こちらのテレビ埼玉さんのスタッフさんたちに。で今日も久しぶりにいろんな方にお会いできて、また頑張りたいなと思いました。今日もご視聴いただきありがとうございました。マジシャンのシールでした。そしてカメラマンはカラクリドール先生でした。デブでした。ありがとうございます。